ここから始まるのもなかなか感慨深いですよね、うん、始まってないですからね、パート1にも増して、最速からトップギアみたいな感じ、気づいたら終わってるみたいな、そういうスピード感、これを重視したいっていうのは最初からあったんで、割とこう小気味というかからくり的なやつをちょっと重視してもらって、真のちょっとこうユニークなキャラクターというかユーモア感みたいないうのをそのあえてこういう今回 その最初のアクションとかにこう取り入れて、見たらいいかなと、まあ、だんだん過酷な戦いでもう、そのなんていうんですかね、もう本当にテクニックも何もないみたいな戦いになっていくわけなんですけども、まあ、そういうものが始まる前にちょっとしたそのユーモアっていうんですかね、なんかそういうものがアクションの中に見える垣間見えるといいかなとかね。練習でボロボロになる。今日から第2期いきます、よろしくお願いします。じゃあ最初にご紹介いたします、協会役の清野奈々さんです。よろしくお願いします。はい、スタート。はい、じゃあ次は回していきます。今回その協会のアクションっていうのは本当に人間離れした人間、普通の人間じゃない動きっていうのが、まあ一つテーマとしても入っているので、なんでしょう、やっぱ練習1回や2回練習しただけじゃなかなか自分の体には入ってこないしなやかさと、あと本当に不気味さというか、なんて言うんでしょう、舞いつつなんか今までやったことないような動きがいっぱい入ってて、なんかずっと正解がないまま一生懸命やっているって感じですね、はい。